公益7月10日隊は在日朝鮮人2世のジャーナリスト、デイリー NK ジャパン編集長、大阪府生まれ、大阪朝鮮高級学校を卒業後、関西大学経済学部に進学。在学中は在日朝鮮人の学生組織、在日本朝鮮留学生同盟中央本部に加わりながら、日本の震災欲、過激派などの運動現場にも参加する。しかし、 審左欲をテーマにしたノンフィクションを通じて北朝鮮こそスターリン主義だと知り当時の近日政体制を批判的に見るようになる。なお、この後半スターリン主義を掲げる審左欲に魅力を感じて参加したものの、どちらも中身は同じと気づき、その後はネタ作りで参加していたという。さらに1991年4月から12月まで、 朝鮮社会科学院への留学から帰国した李秀和から北朝鮮の飢餓の実態や人権侵害の実情を聞き、1993年に李秀和と共に救え、北朝鮮の民衆緊急行動ネットワークを結成する。大学卒業後は大阪市水道局に就職するも、1998年から1999年にかけて、 中華人民共和国吉林省延吉市に所在する延辺大学に留学する。当時は、ほとんど知られていなかった脱北者や北朝鮮のストリートチルドレンであるこっちビの実態を現地より発信する。2010年より北朝鮮情報専門サイトデイリー NK の東京支局長に就任。2011年には在日朝鮮人の帰国者でありキム・ジョンウンの実母。 公営機の出自について、従来の定説を覆して、スクープ記事を発表する。また、コチェビオ脱北の川を渡れによると、同志の家系図をたどると、聖恩の実母である英機と同じ一族、すなわち、聖恩とは投園に当たる。金正日総書記死亡以後は、テレビ、ラジオで北朝鮮関連についてコメントすることも多い。2014年には、 韓国のデイリーエヌ n k から完全に独立してデイリーエヌ n k ジャパンを立ち上げ編集長として独自の視点で北朝鮮情報を発信をしている。北朝鮮の現体制や金一族の個人崇拝については一貫して批判的な立場を堅持している。一方で映画や大衆音楽など北朝鮮の芸術文化についてはプロパガンダの中にも彼らの創作魂が込められており、 それに対しては敬意を表する北朝鮮の音楽こそが真の K-POP であると主張し積極的に紹介している。その一環として d p r k p o p の普及活動についても力を注ぎネイキッドロフトにおいて北朝鮮ポップスと韓国ポップスが対決するイベント K-POPVSNK-POP を開催。イベントの最後にはこが完全勝利宣言をして たとえ音楽対決であろうと、百戦百勝の朝鮮、労働党が負けることはあり得ないと、豪語するのがお約束となっている。なおこの K-POPVSNK-POP の噂は、北朝鮮にも伝わり、現地の北朝鮮ガイドが包丁した、日本人にイベントについて、嬉しそうに尋ねたという。在日韓国、朝鮮人の社会運動や、 在日社会のあり方に対しては、辛辣な批評を行っており、在日朝鮮人の人種差別的発言や、時折見かけるヘイトスピーチに関する在日コリアンのダブルスタンダードなどに対しても、容赦なく批判している。ありがとうございます。